こんにちは、ジェイカムです。今回は私が購入したこの新型 iPad Pro 12.9 インチのために用意したアクセサリー類を紹介したいと思います。ニマソの iPad Pro 用保護フィルムになります。やっぱり表面上に指紋がすごくつくので、私はスマホにスクリーンプロテクトフィルムを貼っているんですけども、この iPad にも必要だなぁと思いました。では早速保護フィルムを貼っていきたいと思います。やたら立派な箱に入ってます。いつもの取扱説明書ですね。やっていきます。うまくできたと思います。うまくいった。簡単にできましたね。新型 iPad Pro のために用意したアクセサリーの第1弾としてニマソのガラスフィルムを紹介させてもらいました。次回は第2弾を紹介していきたいと思います。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、キャンプやガジェットの動画を作成しています。
気に入っていただければチャンネル登録をよろしくお願いします。